テンコ取りまーす。隊長、副隊長、参謀、せーの、職業調査隊。今日の職業は獣医。職業調査隊。さあ、では本日は獣医の解説をしていきたいと思います。獣医さん、はい、獣医さんって一体どうやったらなれるんでしょう、やっぱりそうですね、動物たちから好かれてないといけない、っていうのはやっぱあると思うんですよね、なんで、動物たちが職業調査隊。さあ、では早速獣医のお仕事について解説していきますが、そもそも獣医ってどんなお仕事なんでしょうか。はい、はい、僕んちウサギちゃん飼ってるんで、実は僕わかるんです。お世話してくれましたそれは飼い主のお仕事なんじゃない。あ、そうだね、確かに。ただウサピョンの動物病院に行くわけなんだけど、爪切りと耳掃除と歯伸びてくるんで歯切ったりとか、それも獣医さんが面倒見てもらう。うん、まあ確かに面倒見てもらってますね。あと去勢手術した。なんかあってそうですね。うん、あってなんて言ってんだもんだって事実動物のお医者さん。まあそうですね、獣医、ね、は字のごとくですけど、ね、はい、獣医さんっていうのは主に犬や猫、あとはペットですね、隊長の家にいるウサちゃんだったりとか、あとは牛、馬、豚、家畜の病気の治療や予防、また人工授精などのお仕事に携わっている。で、まあ、最近ではペットブームっていうこともあってですね、人間並みの動物病院があったりとか、往診しているところも最近は多いみたいですね。行くだけじゃなくて来てくれる。あとはですね、家畜専門の獣医さんとかは、農業共済組合だったりとか、市区町村の家畜診療施設、あとは牧場、そういうところに勤めている方がいるみたいですね。あとは食品関係の民間企業に勤務して契約農家を巡回し飼育指導だったりとか、診療を行う獣医師の方もいるみたいですね。一概に病院にいて、ね、お医者さんなるので、違うんだね、そうじゃないんだね、というわけでもないみたいですね。さらにその他に、保健所だったり食肉衛生検査所、あとは空港とかにもいるみたいですね。衛生検査とか、貿易関係、あとは製薬会社、食品会社、大学などで、バイオテクノロジーの研究実験に取り組んでいる獣医さんも最近増えていると。じゃあそんな獣医さんなるためにはどういう道をたどっていかなきゃいけないか知ってますか。ピンポン。はい、医学部ではない。まあ確かに動物の体と人間の体は違いますからね。違うからね。僕よく知ってるんです。あら、あら、教えて、詳しい人。獣医学学ばない。獣医学科とか獣医学部とか、おそういうところに大学受験で合格して、で、あ、また資格来ますかね、これ。はい、おっしゃる通りでございます。獣医師になるためにはですね、まず獣医学科のある大学で獣医学教育っていうものを履修します。もう言った通りだね、はい、そして農林水産省が行う獣医師国家試験に合格し、獣医師免許をもらわないと獣医師にはなれないという、なるほど、ドンピシャ正解でした。さっさっ獣医師になるためには獣医師免許が必要に。どれぐらいで簡単に取れるのかな、獣医師免許。獣医学部も大体6年生のところが、なるほど、取るみたいですね。なんでそこで獣医学を学んで、獣医師国家試験に合格するっていうのが必要になります。獣医師国家試験、どのくらい難しいでしょう。 50% 合格率、90%。 おお、獣医師の国家試験の合格率っていうのは、例年約 80% 超みたいですね。高いね、結構高いですね。ただなんか年によってはちょっと合格率が下がるみたいな年もあるみたいです。さあ、そんな獣医師の方の年収はどのくらいでしょう。でねん、はい、1000万は110010万円。なぜ変わらない。では正解は平均約816万円と。あ、ちょっと低い。思ったより高いんですけどね。高い高い高いけどね。まあお医者さんって思うとね、ちょっと低くイメージが出ちゃうけど。
命を守るっていう仕事ですから、プライスレスですよね、うんうん、皆さん獣医師の方のお仕事理解できましたでしょうか、はい、僕たちまだまだいろんなお仕事の解説していきたいと思ってますので、知りたいお仕事ありましたらコメント欄にぜひコメントお願いします。お願いします。はい、馬の血液型は2兆種類あるみたいですよ。なんで今言うんですか。なんで今言うんですか。パンダピーがというわけで本日の動画は以上になります。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではさようなら。ヒヒン馬かな。